シャーイスタハーンシャーイスタハーンは、北、インド、ムガル帝国のデカン総督及び、ベンガル大主、第五代皇帝シャージャハーンのヒムムターズマハルの兄弟、第六代皇帝、アウラングセーブのおじにあたる。晩年のシャーイスタハーン青年不明ながら、ムガル帝国の貴族アーサフ、ハーンの息子として生まれた。姉妹には、ムムターズマハルがいる。 1660年、シャーイスタハーンは皇帝アウラングゼーブにより、デカン総督に任命され、アウランガーバードに到着した後、マラーターの討伐に当たった。1663年、シャーイスタハーンは、プネー、バーラーマティー、チャーカンなどのマラーターの拠点を占拠した。だが、4月5日、シャーイスタハーンはシバージーに、プネーの軍営を襲撃され、この戦いで指を切られた。 その際、彼の息子が殺害された。同年、ベンガル大使ミール・ジュムラーが死亡し、ベンガルが混乱したため、1664年から、シャー・イスタハーンが公認の大使として赴任した。以後、1688年までその地位にあった。1666年、シャー・イスタハーンは、アラカ川王国からチッタゴンを奪還した。その後、チッタゴンは、 アウラングゼーブの命により、イスラマーバードと改められた。また、離反していたクーチビハールに対しても攻撃を行い、支配下に置いた。1673年、シャーイスタハーンは、フランス人に、フーグリーカワギ氏に居留地を建設することを許した。これが、シャンデルナゴルの建設につながった。1688年、シャーイスタハーンは、 ベンガル大使を退任後、ダッカを離れ、テイトデリーで暮らした。ありがとうございます。